福市神社は長野県松本市福市にある神社である。旧社格は県社で、現在は神社本庁の別表神社。通称天神様。諏訪明神と菅原道真を主催神とする。社殿によれば、諏訪明神の夢をたびたび見ていた品濃守護小笠原定宗が戦勝に感謝し、略王2年に諏訪明神を祀って創建したのに始まる。 当初は宮村宮と称していた。大江九年には小笠原長期が北の天間宮を勘定した。永正元年、小笠原氏の家臣が福市城を築城すると、当社を城の鎮守、三度人として崇敬し、社殿を西面に改めた。天文二年、小笠原長時は武田信玄に敗れ、信濃が武田氏の支配下に入ると当社は荒廃した。天正十年、 小笠原氏が死なのに復帰して、社殿を修造し、深市城の南方の鎌田村に、小笠原氏によって勧生され創建されていた、天馬宮の文霊を、宮村宮の北の神宮に奉線した。本来は竹見中田命の方が、主催神であるが、天馬宮の方が有名となり、深市天神、天神様と呼ばれるようになった。江戸時代も松本藩類大藩主の崇敬を受け、 松本城下の南半分の小人町の総藤神ともなった。天保12年、京都の新東海吉田家の許可を受けて、宮村宮から原社名に改称した。昭和3年に県社に劣格した。松本城下町の舞台江戸時代末期の作。ありがとうございます。